はいいどうも秘密フェルマソースッでございます今回なんですけれども、えー、と山形戦ということでね観戦に来てますなんですが、オープニング撮り忘れました。撮り忘れたというか、取れなかったんですね。えー、とジャパンカップが、えー、とライブでね中継見ながら、こうスタジアムでね最後、あの見てから入ろうと思った、まあ40分発送だからと思ったんですが、それがねなかなかゲートに入らなかった馬のせいで、10分ぐらい遅れたのかな。 まあそのせいでね、間に合わねえぞってんで、YouTube ライブで見ながら、まああのスタジアム、個性に向かったわけですよ。中山梨、中銀スタジアムにね。まあ、その結果でもゴールして、あー見た見終わったのがもう、入ったところ、スタジアムに入るところだったんで、オープニングを取る暇がなかったんです。まあね、もうそんぐらいの感じですよ、もうね、この日のね、試合。まあ、バンフォイエル候補、当然応援してるから来てるわけなんだけれども、えー、っと、 もうさすがに厳しいかな、一流の望みっていうのはね、当然あるんだけれどもというところでしたということでね、うん、まあ、そんぐらい、まあ、試合あるし行くぞということだけできましたね。まあ、そんなわけでどうぞ。というわけで、えー、と今季16回目の引き分けに終わりました。スコアレスドローってやつですね。まあ、ちょっとね、点取れない引き分けが多すぎる。 まああのもちろんね、やってるサッカーの戦術を組み立てているという点ではね、素晴らしいことっていうかね、いいサッカーができるようになってきているっていう一面があることは、否定はしないでおきます、まあ、今の、ね、順位考えて、バンフォレーレ甲府の事例中での予算順を考えたら、比較的健闘している部類だというふうには言えるでしょう、期待値としては悪くはない、でも、サッカーをまあエンターテインメント、興行として見たときに、これで本当にいいのかなっていう部分は多々あります。 その多々ある部分が、晶、まあ、がコーチとして指導者っていうかね、サッカーの最初の仕込みの部分として、携わっている点はあの素晴らしいんだけれども、監督としてなってないって言えてしまうんじゃないかなということで、まあ今年16回目の引き分け。 これに悪く言えば、まあ、だから最後の何十分、15分とかね、20分とかって、だいたい相手はパワープレー仕掛けてきたり、点取り合いになるじゃないですかそう。やっぱ後半15分、最後の15分の得点っていうのが、サッカーの統計上、半分ぐらいを占めるわけですよね。まあ、そう考えると、その15分に勝負をかけるシステムができていない、同じことしかしていないっていうのがね、ぶっちゃけあると思います。というわけで、今回、この、あの、例えば、今日も、 交代は4人しかしなかった、今日とかね、あの山形戦も交代4人しかしなかったという中で、交代枠が五になっているっていう今年のルールを全く考えてないっていうことでね、全く何も考えてないんじゃないかなっていうことをね、すごく感じるわけですよ。で、あの追いつかれての引き分けが多いな、スコアレスドロー、まあ0対0でいいっていうのも多いなっていうことで考えたんで、まあ16引き分け。 全部ねカウントししてみましたこれがですね今年6回目のスコアレスドローで追いつかれた引き分けの方が多いなって印象だったんですけども数えてみたら、まあ、得点が入った試合ですよね、追いついた追いつかれたは残り10試合の6試合スコアレスドローがあったうちの1試合が今回だったんですけども追いつかれた引き分けが4回じゃ追いついいた引き分けが4回追いつかれた引き分けが6回ということになってます。 案外ね、もっとね、追いつかれたの引き分けばっかりやんという印象だったんで、追いついての引き分けが4試合あることがちょっと意外でしたね。ただ、ただね、やっぱサッカーって、点が入って、その次のキックオフぐらいからね、のプレーとかでてあの、1点返ってしまうことが多い感じがしますよね。結構あの、得点がいつ入るかで言えば、バタバタってその、その時間に試合が動く。で逆に 後半のスタイムに追いつかれるそういったことが多いんでまああの追いついた試合追いつかれた試合でどういう展開が多かったのかバタバタとしている時間にそのまま追いついてなんか取らえ取ったとられたわあみたいな感じの試合なのかよっしゃこのまま行くぞと思ってたら最後に追いつかれたのかってことでね計算をしたんですまあ数字として出すのにねえっ、ー、と追いついた4試合これあのリードしていた時間つまり 相手に点を取られてから甲府が取る、点を取るまでにかかった時間が、4試合合計73分、リードされていた時間がね、73分、平均して,て取られた点のおよそ18分後ぐらいに追いついているというデータが出ます。ちょっとね、時間かかってから追いついた試合もあるんだけど、バタバタバタっとしている、その試合が動き始めた時間に、相手が取ったらこっちも取るというような形で。 あのそれぞれこう点が取って戦略が変わるところで試合が動いて、甲府が追いつく、まあ、甲府が追いついたっていうよりは、バタバタしている間に両方点取ったね、で、そのまま流れたねっていう試合が、甲府が追いついた試合には多い、で逆にですね追いつかれた試合、6試合、リードしてた時間の合計が238分あるんですね、これ、甲府の公式でまあ調べました。 ロスタイムの90たす4だったね94分で計算してまあそれで調べたんでまあ前半のロスタイムが何分あったとかそこはさすがに計算してないんですけども甲府がリードしていた合計の時間が確か238分これ6で割ると平均で40分近くリードしていて追いつかれたとつまり後半そのラスト15分に追いつかれる展開っていうのは異常に多かった、まあ、つまり最後辛抱しきらんかったっていうのがほとんどなんですね でこの最後、辛抱しきらんかったことと、あの,の野郎がねあの、ディフェンスラインのバランスが崩れるのが嫌だから、ディフェンスの交代は極力少なくして、前の交代で点取りいってますっていうのと一致するんですよ。つまり、守りきるってことに対して、ラは全く戦術を構築できてないし、最後の15分の締めができてない、最後の3分の1で点取るところもね、あのバックパスが多かったりするっていうのを感じますけど、最後の締めっていうのはだから全くできないわけですよね、あいつは。 監督には向いいいてないと思いますコーチとしての手腕チームのこの戦術が浸透してきているということで継続はしていきたいなとは思うんですけども現場に立って最後に陣頭指揮を執る手腕っていうのは全く認めるわけにはいかないなっていうのがこのデータから出てきてしまうんですよこの点はねこの点は他にあにまあだからそのチームを構築するって部分で成果を出しているという部分は今の順位を見ればね明らかなんですが。 エンターテインメントとしての試合だけではなく最後の試合勝ちきるっていう締めの部分の采配が全くできてないんじゃないかという点が如実に表れるデータが出ましたまあ今日はス,カスコアレスドローだったんでまあ追いつかれた引き分けが多いとかこの数字のデータっていうのはそこまでまあ関係はないことなんですが引き分けで満足してんじゃないかっていう問題点はあります引き分けで満足してしまうことで引き分けで勝ち取れる,る勝ち点は1 勝利で得られる得点は3、これ変更されたのが、ね、1994年のワールドカップ前後から世界中で導入された、その予選からなんで、91年、92年ぐらい、平成が始まったぐらいから、まあ、勝利っていうものへの価値っていうのを高めていこうというのが生まれたんですね、でそれに反する流れとして、バンホレール勝ち点1ずつでも積み重ねないと全、J1 では残留できないぞっていうところで、まあ、なんとかね、それで5年間やったわけなんですが、それで観客も増えなかったわけじゃないですか。 まあ勝ち点1でいいっていうのは昭和の価値観 J1 にいた時のおごりそういったものだと思っていますでそれがあまりに多いしかも追いつかれた流れが多いっていうのはアキキラののチキンプリっていいいううんじゃないかなかというふうにも思います今回はまあ16回目の引き分けあまりに多すぎるこれが全部仮に勝敗がついてそれが8あの16引き分けが8勝8敗だとしたら昇格争いまだできていると。 さすがにそんな極端なチームはどこにもあの他の J2 のチームでもないですからあからさまにまあ仮な計算なんですけどもそんぐらい勝負にいってほしいなとは思っておりますダメだよ、うん、まあ引き分けこの時期にしかも上が勝ってる試合で引き分けて一塁の望みとかサポーターが言ってねなんとかって思ってるだけじゃダメです山口戦頑張ってきてもらって千葉は行くんで以上ハッでした